待っていたよ。プチフルール第2弾。このね、めちゃめちゃ可愛いシリーズになんとしかもミュウが来てるんだよね、今回。おそらくね、全種類コンプリートはできてると思うんだけど、でも箱がなかったからわかんないんだよね。全部で6種類あって、ワンボックス多分ね、6箱入りで6種類揃うんだと思うんで、リーメイト商品だから箱買いで揃うはずなんだけどさ、これ箱なかったんだよね。箱なくてバラであったからシャッフリングの可能性がすごかって、俺信用できないんだよね。絶対にこれワンボックスだったらさ、絶対揃うんだよ。これワンボックス未開封だったらな、全然ビビる必要ないんだけど、もうワンボックス開けられてたらさ、もう、めちゃめちゃ怖いんだよ、俺。頼むぞ、頼むぞ。一発目なんだ。お、ピカちゃんのピッチャーじゃない？そうだ、ちょっと待って、ラインナップの紙をさ、こうやって並べてみてみると、ブラッキー並ぶってね、結構。ブラッキーいいね、色。黒と赤のコントラスティングがすげえ綺麗な、ミュウがパッと見えないんだよね。色、背景と同化して鼻の色と似てるから、野郎見えねえんだ。でも、ブラッキーはっきり見えるし、ブラッキーすげえかっけえかもしれない。よしよしよしよ、ちょっとブラッキーも出したくなったな。で、ギャムでやると。ギャムが1個食玩だから入っているというね。そして、このデカさよ。わはははすげえ、たまらんついにこのシール貼るのを楽しんで、こんな可愛い香水型のさ、カプセルに入っちゃうんだろうね、ピカチュウとピチュウが。パカ、中身、あ、そうだ、これ開けなきゃダメなんでね。これ開けて、まず開けてから、ここが支えになってるから、パカッと、あ、待って、ゴムついてなかったっけ、これ。ゴムついてるよね。これ、これ、これを取って、パカッと。うわ完璧ですね、これは。もう完璧、言うことないわ、もう。これ、ただただ見ていて、癒されまくる。でも、ピカチュウちょっとね、頭にペイント飛んでんだよね。これ、取んなきゃ、やばいな。綺麗にできるかな。すげえ不安だけど、まあ、ちょっとずつ削っていけば多分綺麗にできると思う。そして、蓋をかぶせまして、まず下の、あ、違う、その前にこの蓋だね、こっちの上の香水の蓋を閉めてから下のゴムをここにスポット閉めれば、はめ込めば完成という。おほほほ、かわいい、やばい。ミュウ絶対欲しいわ、ほんと。ミュウとブラッキー。一番最初に一番来たな。いや、これうまく、まあ、被るんだったらブラッキーかミュウがいいんだけど、もう実際出してみねえとわかんねえからな、こういうのって。実際出してみたらさ、ロコンがナンバーワンってパティーもなきにしてもあるんだから、これ。もうパティーも、そういうパティーンあるじゃん。ブラッキーそのパティーンかもしれないもん、これ。俺、これちょっとブラッキー来てんじゃないかな、ちょっと思い始めて。まあ、画像の時点でもちょっとやばいんだけどさ。それではさ、あ、なんでこれだけテープついてんだ。あれテープついてなかったのに。これテープついてる。パチッ。よし、行くぜ、頼むぞ。頼むぞ。もうミュウとブラッキーどっちか出したいね。ミュウとブラッキーどっちか出したい。ミュウ、ブラッキーどっちか来てくれ。パカリス、ペラリス。ペラリス、トゥトゥトゥルトゥ、チラリス、トゥトゥ、ピンク。ピンクっていうことはシェイミか。シェイミピンクじゃなかったっけ、蓋の色。ほらー、セーブ、まあ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 大丈夫。かぶりでは、つうか、まだかぶんないよね。まだかぶんないよね。しょっぱなさ、ピカチュアのピチューがかぶったら、ちょっちね、精神に来るけど。いや、可愛いから全然オッケーなんだけどさ、もうコンプのさ、夢がさ、そこで終わるじゃん。だって。やっぱりシャッフリングかと。やっぱりシャッフリングかってなるから。このシリーズ、シールもすごい可愛いんだよね。マジで。でも貼るときちょっと緊張するけどね。ずれたらどうしようっていう。ちょっとしたずれも気になるタイプだからさ、俺。やべえ、ずれた。ちょっと凹むからね、ガチで。これガチ。ガチで凹むからね、この図体で。このでけえガタイで、こういう細かいところ気にするタイプだからさ、ショックなんだよね。ちょっとでもずれちゃうとさ、さすがにこれだと、パッと見シェイミーいるってわからん。ただの葉っぱに見えるもんね。花と同化している。花となんか一体感を増しててさ、なんかちょっとわかんないわ。背景に同化してない、これ、シェイミー。もうなんかさ、置いとくだけでよくない、シェイミー。いや、まあ背景とかもすごく可愛いよ、カプセルもさ、香水型の。でも置いとくだけでめっちゃ可愛いんだけど、フィギュアすげえクオリティだけ、シェイミー。やばい、シェイミーこれやられた。他の連中いなかったら、シェイミーさんがこれナンバーワンだったんだけどね。でもな、他にもやばいのが荒ぶってっかさ、まあ、好みだけだよね。自分の好きなポケモンがどれかっていう話になってくるからさ、シェイミーがナンバーワンで好きな人はシェイミーナンバーワンですよ。こういうことですよね。こういうことっすよね、先輩。うわ、先輩、これ可愛すぎじゃないっすか。お、パッと見わかんねえ、シェイミー、本当に。あ、シェイミー、よく見たらシェイミーいるね、みたいな。一体感がすごいな、これ。一体感レベルナンバーワンということになりそう、これ。いや、これ、ほんと、マジ、このシリーズ、すごい、神じゃない、このシリーズ。ゲンガーめっちゃ欲しくね。ゲンガーとかグレイシャーとかさ、もうそろ来そうだよね、次の。今、2段でミュウが来てるから、3段、4段あたりでやばいのもっと来るかもしれない。どんどんポケモン出るよね、これ、きっとね。めっちゃ楽しみだな。全種コンプしていこう、全部。全段コンプしていけ、これ、やばいわ。めちゃめちゃ可愛い。中にちょっと液体入れたくなら、液体。しかしながら絶対に液体だったら漏れちゃうもんね、これね、隙間空いてるから。これ漏れないようにして、なんかキラキラのさ、するやつ。なんかよくあるじゃん、こういうスマホケースとかでもさ、裏側キラキラしてるやつあるじゃん。ああいうの、みたいな感じでさ、中になんか入れたくないよね。スノードームみたいな感じでさ、ほほほ。
かぶったらちょっとやってみようかな。100均行って道具買ってきて。多分できそうな気しない？接着剤で隙間を埋めればいいわけでしょう。いやでもなんかそれだと漏れちゃう感じもするので、ちょっとあれ、いろいろ考えてちょっとできるかもしれない。いやなんかワクワクしてきた。工作したくなってきたね。今夏休みシーズンだしさ、ちょっと、それでは3つ目。こっからがちょっと戦いだからね、被るか被らないかっていう話になってくる。まあでも、ちょっと被ったら実験。ピンクの蓋は一つしかないよね。ピンクのということは、やっぱりシャッフリングパティか。だからこれワンボックス未開封じゃないと信用できない。これ被ったから1個やる。ちょっと液体攻めてみる。液体で攻めてみる。液体攻めしてみる。これちょっとできるかもしれない。なんかできそうな感じがする。とりあえず漏れないようにして、ね。液体。でも液体どうやって満パン入れよう。最初閉めてから上からと、これ上開いてたっけ？開いてるわ。バッチ開いてるから、ここ全部密閉してから入れれば大丈夫かもしれない。そして上をちょっとゴムかなんかでもうバッチリね、溝をなく、隙間をなくして、あ、いけるかも。ちょっと被ったから、ちょっとシェイミーでやろう、マジで。シェイミーちょっとキラキラ液体攻めしてみるわ。めちゃめちゃ綺麗に仕上がる予感がする。まあ、予感だけどね。予感で実績やってみたらさ、不測の事態がたくさん起きるじゃん。やっぱこういうのって。やらかすか、大成功するか、もうどっちかだからね。もうハイリスク、ハイリターンよ。これぞギャンブルよ。男の戦いよ。楽しかってきた。しかし。やっぱか、これ絶対ね、ワンボックス未開封だったらね、まあ箱なかったしわかんないんだよね、ワンボックス。でも、6種だから6個だと思うんだよね。よっしゃ、よかった、きっと。もうちょっと心だけで諦めてた。もう出ないと思った。また次帰り行くかと思ってたんだけど、出たわ、ミュー。ナンバーワンのミュー。わ、やった、よかった。いや、よかった、マジ来た。いや、もうダメだと思った、本当に。うわぁ。やった。いや、めっちゃ綺麗じゃね。しかもカプセルもいいな、ミュウの。ミュウのカプセルすげえおしゃれ。めっちゃオシャンティーじゃん。すげえおしゃれじゃないこれ。うわぁ、ミュウ出た。ありがとう。花が綺麗や。ミュウ、来た。いや、マジよかった。ミュウ来たわ、なんとか。もうフィギュアゲットできるだけでも嬉しいからね。ミューコレクションが増えるからさ。とりあえず、一番の目標は達成しよう。うわ、輝いてみるよ、ミュー。すげえ輝いて、いや、マジで輝いてね、こいつ。めっちゃ嫌いんだけど。すげえ輝いている。やったー、ありがとうな、ミュー来てくれて。いや、ほんとミューのフィギュア時点ですげえ嬉しいんだけど。ありがとう、ミューコレクションが増えたよ。でも、このね、背景にセットすると、さらにミューの美しさがね、美しさが増す。際立ってくるわ、これ。美しいねー。美しい、あ、これやばい、本当にやばいわ、これ。めっちゃ綺麗じゃないこれ、ミュー。すごいな。で、蓋をかぶせて、ちゃんとね、こう、プロテクトして、蓋をかぶせて、ミューも液体やりたいな。まあ、かぶるんだったら、もう、これ、シャップリングパティンだったから、やっぱ、ミューもかぶってほしいな。すっげー美しくないこれ、ミュー。とりあえず、一番欲しかった、超絶に美しいミューが来てくれたので、あとはブラッキーかな、今日は。ブラッキーが来てくれたらすげえ嬉しいんだけれども、どういうことになるかな、なんか怖いな。あ、そっか、テープか。テープついてんだった。なんで最初のテープついて、テープついてるやつとついてないやつなんだけど。さ、これシャップリングサイズ、でも、こう確実にシャップリングじゃねえの。ピンクの蓋ってさ、1個しかなかったよね。祭り入ってんだ。うわぁ、完璧、完全なるシャップリングじゃないか、これ。まあいいけど、全然いいけど、可愛いし、キラキラもしね、失敗して大失敗したとしてもね、こっちでまだ保存版あるし、いや、つか開けちゃうけど全部、やっぱこれ可愛いから飾りたいんだよね、こんな風にね。全然いいんだけどさ、被るんだったらさ、ミュウが良かったよ。なんで、シェイミー3つも来るってすごくね、絶対これワンボ、違う、なんか仕様変わったんかな？リーメント商品で、これ買った人いる？ワンボックスで。ワンボックスで買った人いる？これどうだった？ちょっと教えてほしいんだけど、コンプできたっしょ？絶対に、これリーメント商品。リーメント商品基本、仕様変わってたらわかんないけど、変わってないんだったら絶対ワンボックスコンプなんだよね。こうやってシャープリングされてない限りは、絶対これシャープリングだからね。いやーでも仕様が変わってたらわかんないけど、絶対変わってないと思うから、ピンクのカプセル、ちょっともういいかな？できればちょっと白い蓋が見たいから、じゃあ白い蓋が、え？嘘。正直ミュウだと思った。これもうこうなったらここまで来たらさ、ミニ竜、白竜、海竜揃えたくない？全部揃いたいの。海竜とか破壊光線ぶちまけて無理か。これちょっと可愛いシリーズだし、破壊光線とか野蛮な光線入っちゃダメだよね。うわぁ、いいね。この長いボディパワー、うなぎボディパワー、素晴らしいな、美しいわ。
ミュウかぶりでもよかったけど、いやでもちょっとあのコンプに近づけたからね、そっちの方がこの青いのも嬉しいんだよね。この青ってすげえ綺麗じゃない、こういうブルーって。すげえ花が綺麗だ。この花何、やっぱ青が好きだからかな、すごく綺麗な感じがする。めっちゃ心癒されたわ。まあ、ちょっとまさか3個かぶるとは思ってなかった。かぶっても1種類につき2個ぐらいだと思ってたんだけど、まさか3個。ほんと綺麗じゃないこのシリーズ、すごい綺麗。やっぱ並べてみるとさ、みんなそれぞれの良さがあっていいよね。いやもうどれがナンバーワンとかじゃなくて、それぞれの良さがある。だ全く違うもんね、みんなね。みんな全く違うから。いやでもミュウがやっぱ個人的には一番好きな、この中だよね。この中で一番好きなポケモンだからさ、ミュウグッとくるよね。すげえ美しいわ。カプセルも2種類ずつうまいこと出たな。あとはこのシールを裏面に綺麗に貼って完成。完璧なる、この香水風のカプセルに入っているポケモンたちが荒ぶるというね。まあ、3つ、いや荒ぶったけどね、今日ね。めちゃくちゃ荒ぶったけどね、シェイミー。めちゃくちゃ荒ぶった。で、1個改造して成功したら、まあ失敗しても動画撮ろうかな。ちょっと綺麗に作りたいな、1個。オリジナルのさ、ボトルを。まあ3つ被ったし、シェイミーで最初やってみる。で、うまくできるようになったら、他のやつでもやっていこうかな。まあ2個被らないとできないけどね。まだこいつらできないけど。いや、マジもう可愛いな、ミュウ。マジ癒されるわ。ありがとな、ミュウ来てくれて、本当に。ということで、今回は、ポケモンプチフルール第2弾の開封レビュー動画でした。みんなもぜひね、狙いのポケモンをゲットして並べてみて、すっげえ可愛いから、これ。このシリーズ本当に神だわ。本当にゲンガーとか、ゲンガーは紫だよね。やっぱ紫ベースで。ゲンガー超楽しみだな。あと、ブラッキーとロコンだから、次回確実にね、コンプ、あの、ワンボックス未開封のあったら買ってくる。未開もう被っても、で、つうか、むしろ被りたいから、ミュウ。被り、あの、液体やりたいからさ、ミュウで やりたいから、被りたいから、ワンボックスあれば、もう未開封のじゃないと買いたくねえな、マジ。もう、未開封じゃないと、なんか怖いわ、恐怖症になってきた。被り、まさか同じの3つ出るとはね、1種類につき2個ぐらいかなと思ったんだけど、3つはちょっとビビったわ、やられてるのが半端ないけど、まあ、シェイミーだしね、可愛いし、まあ、液体やれるし、全然 OK ということで、また次回、全種類コンプリート会でお会いしましょう。絶対ブラッキー見たるわ、アドローコンだしね。いやー、めちゃくちゃ楽しみ。そしてサンダーに備える。サンダーってゲンガー来たしね。もはやもう早くゲンガー来たしよ、ゲンガー。ゲンガーってグレイシャーすげえ楽しみ。